さすがの僕もさ、記憶力ないとはいえさ、それでもここはやったことねえっていうぐらい C は出してなかったわ、生放送の時に。なんです。で、ここに関しては強制スクロールのすごいなんか斬新なステージなんで、なんかいつもと違ってて雪だるまに当たると即退場です、今。まず。そして左右で動かせるってことを覚えておいてください。声でかかった今。左右で動かせます。左右で動かさないと、お宝とか途中で落ちてきたやつが取れないんで、これ左右で動かせるよってのを覚えておいて。あと、あれに当たっても何もならんけど、ビュンと ずれられるから、どかした方がいいです、こうやって。何よりも羽ピクンってこんな力あったんやっていうことなんですよ。これね、こうやって、ずらして取ってください。ずらさないと取れないときあります。たまたま上に落ちてきたら取れますよ、それは。それはそうですよ。そんなこと言ったらだって、これはイメージですって全部の CM につけなあかんや。おっと？当たっちゃったけど。雪だるまに当たらなければ大丈夫。雪だるまっていうか雪玉？ゼルダの時も雪玉きつかったよね、結構ね。ピクミンを優先して取ってください。コンプリート目指すんでしたらね。あれ？危ね。思ったより早く取ったのに。で、宝は一番最後に絶対取れるやつがあるから、もうあとピクミンだけを考えてくださいね。いいこと言うな、俺。いいこと言うやろ。危なかったんじゃない？結構。あ、危ない危ない。危なかったな。あと7匹？あと4匹？あと3匹？あと2匹？あと1匹？はい、全部取った。もう後ろ気にして。で、なんとこの蓋がいつものね。で、20の3、ちょうどいい。